さあやっていきましょう。ワニワニパニックの時間でございます。ドンブルースバイオハザードアームいつも実況やっていきますよ。今日もついてきてね。ということでね、何ワニワニパニックっていう話なんですか。ワニワニパニックってほらなんか100円入れたらあのなんかパホーって言いながら出てくるやつね。で違うで今回出てくるワニワニパニックさんはですね、なんとね、あの1匹だけなんですよ。1匹だけをあのテクリカルヒットさせることができればなんか1億点が手に入るという、ね、特殊なパニックでございます。特殊なパニックって何や。くさそう、本当にこっちでいいのか。で前回までは刑務所をねうろうろしながら、刑務所かな、あれは留置所か、警察署をねうろうろしながら、なんとかね、あの白い吉田さんをの魔の手からも逃れることができまして、来ました、バリバリパニック。これどっちだったっけな、ちょっと久々にやるからどっちに逃げられるかっていうのが分かんなくなったんだよね。これ向かってたらなるかな、あんな顔の振り方しないと早く逃げてっていうのはブルンブルンしてるもんね。まあ、コート越しでも分かる、こういうこっちだったっけな。そうだ、荷物で引っかかってて、ウェーってなって、あっ、結構、こんだけあからさまにさ、避けて逃げてるんだからさ、こいつもさ、決まった動きじゃないよ、してくれたらいいね。危ない。最後はど真ん中逃げてーのこれ試したことないんだけど、まあもうあのさっさと進めたいんでもう次行きますけど、なんだっけ、こうワニワニパニックさ、あれなんかずっとなんかパイプみたいなのを加えてるじゃんか、あれをそのままにしておくとレオが食われるんだっけ、それともあのパイプが爆発してお亡くなりになるんだっけ、どっちだったっけな、まあ、なんかそういうのが気になる方、あの多分死亡臭とかで調べて出てくると思うんで、これさ一応下から覗いたらさ、見えるんじゃない。まあでもクロストッキングだからな、白いパンティーでも履いてない限りはちょっと見えないか。だから油断しないで、人を化け物にする油断はしてないけど、まあね、出てきたもん仕方ないよ。てかあれに油断もクソもあんのかって話なんだけど、そういうところに噛みついても仕方がないんでね。ということで、ああそっか、レオンとしばしお別れの時間になると思いますね。多分ここはいよいよレイの彼女が大暴れするパートになるのではなかろうか、うん、整理させてくれよ。アンブレラは化け物をどこに売るつもりだ。一緒に降りる他のどこか。なんでよ、レオンの育児なし、やるならやれよ、そう迫っていけって。ほら目の前にポヨポヨがいるじゃねえか、ポヨンポヨンが。ほら触って持って掴んで投げる。到着いたしました、グランフロア。多分地下だろうかな。なんか拾えそうなアイテムは特にないかな。どうです皆さん、カメラワーク的になんか逆に動かしすぎてなんかしんどいみたいな、ね、ここにあからさまにそのセーブポイントがあるという、何そのジョジョ立ち。進んでいきましょうか。何者だ。アネット・バーキン。彼女はね、バーキン。時間がない。時間がない。処分しないと。G ウイルスを出しなさい。あ、そうなの。それは無理。これは警告。アネットのおばさんからすごいよね。おい。あのこれまでのキャラデザインとかいろいろとさ変わってきたじゃないですか。例えばバイオ、もともとのバイオ2とダークサイドクロニクルズに出てくるバイオ2のアネットとかって髪型が一緒だったりするけど、3、あの今回の RE2 とか全然違うし、なんかもうシェリーでも残念フェイスじゃないですか。あのこれ何なんだろうな、そういうキャラデザの舞台が違うから思い切って刷新してみようとかなのか。でもレオン、それって言ったらレオンの髪型とかエイダの髪型とか変わらないもんね。いつの間にサングラス外したんだ。分かった、なんでエイダの顔が今回あんまり美人に感じないのかっていうと、目と顔のバランスが合ってないんだ。でかすぎないね、気のせい。なんとなくそんな気がしたんだけどな。そうでもないか、ごめん、単に好みの問題だったわ。ほら
なんかさ、時々っていうかさ、アニメのさ、可愛く描かれてる女の子とかさ、え、お前顔の面積の3分の1目じゃねっていうようなさ、子とか非常に多いじゃないですか。目玉を大きくしてるなんか可愛いみたいな。目玉親父なんで、はい、ということで、なんか、ちょっと、うろ覚えだけど、確か弾を使わずに、か、ゾンビを倒さずにだったか忘れたけど、とにかく、銃を節約していったらなんかトロフィーがもらえたはずなんで、秘密道具にちょっとそんな風にして進めていきたいと思います。あれこちらか、あったあった。じゃあ回ります。あ、見える、見えそう、結構長い、ちょっと見える、見えない、見える、ああ無理だな、開けないの、意外とあれだよね、なんかもうちょっとなんかストレートなお尻かと思ったけど、やっぱり向こうの人なのか、いい尻してますね。皆さんは大きいお尻となんか可愛らしいお尻とどっちが好きですかね。そんな話はどうでもよくて、OK、で、まあ、じゃあ先こっちを破壊しとかないといけない。くる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 、あれだよね。で、こっちをピコン押したら、ライト光ってるよね。あいつがね、寝起きドッキリを仕掛ける前に起きてくるんですよ。よいしょ。だよね。で、これ見とく。点検。今回まあラージローチはただのお飾りになってるっていう点はね、楽かもしれないよね。それがさ、なんかね、いろいろと面倒くさかったら。大変だもんね。ああ、まあ、弾拾ってほしかったら観察でいきましょうか。ほいほい。で、こっちをくるっと回って、敵いるかな、いるね。こっちじゃないの。なんとか、ああ、ちょっと待って、走ってくるのか。ああ、ちょっと待って、それは違う、それ、お前場所変われ。いくら好みじゃないっつってもね、やりたいもんやりたいんだよ。ああ、まあでもなんかちょっとダメージを受ける方がなんか結局早く進める、ちょっと移動速度が上がるっぽいからね。これでスイッチは入ったんで、頭拾っても仕方ないかな。はい、まあいいや、まあ、でもとりあえずこいつはめんどくさいから、ちょっと引きつけておいて、こっちだよ、スイッチ行くのね。あ、じゃあ私こっち、で、この進んでいっているかな。あれ、女ゾンビも出てきた気もしなくもないんだけど、こっち来る。あ、いけたね。あ、ちょっと待って。あ、もう、違うんだよ。これは、T さんにお渡ししようと思ってたんですが、まあ、まあ、いいでしょう。はい。そういうこともあるわ。で、アネットを見つけて、逃げ足の速さが認めてる。どうかね。もう来てるんだよね。で、開けておいて、で、そのまま。よし。で、ここハンドガンの弾しかない。あ、ちょっと取っといたいない。あ、ちょ、あれ、取る。やばい。来てるんだよ。後ろがどっしんしてるんだよ。特に拾うアイテムはないので、よし、まあちょっと1ダメージ食らってしまったことは、屈辱的ではございましたが、特にね、なんかいろいろと困惑することもなく無事にクリアすることができそうでよかったです。で、あと最後ちょっと作業芸だけやっていって、まあ、アネットとね、睨み合いはすることになりますが、そのこのままサクッと進んでいきましょうか。まあね、あまりね、時間のこととかやっても仕方ないからね。はい、じゃあお邪魔します。せめてあれだよね、こいつが生き返ってこなかったことだけでもなんかありがたかったよね。こいつがね、生き返ってきたとしたらもう終わったもんね。
やるじゃん。これでもこの焼却炉開けて一体何なのって話なんだけどね。あなたの G ウイルスは渡さない。あれを狙ってるのは私だけじゃない。知ってるでしょ。道連れがいてよかったわね。道連れがいてくれてよかったわねってごめん。もう道連れがいるというかもう道連れの対象はもうすでにもう行っちゃってるからね。どっちかというとこっちが連れて行かれるパターンになるんだよね。くださるアネットさんも、ね、優しいよね。さっさと、ね、豪華に焼いちゃったらよかったのにね。あ、なんだっけ、バイオ5なんかさ、扉が閉まった時点でのね、最強豪華がチャプター1の2だったっけってなってるくらいなんだからさ、1分も猶予与えちゃダメよ。ゲスターカウントを確認、リストタルの貸し出し期限は10月1日です。期限内に返却してください。こっちはあ、こっちあれか、アネットが来た道だな、多分アネットが閉めた道なんだな。なるほどな。え、ってことはちょっと待って、なんかごめんね、ブイーンってなっちゃった。なんかあのお知らせが来ちゃったんで、まあまあご愛嬌ということで、まあそれはいいとしてあの非常にどうでもいいんだけど、いつの間にそこ行ったのって、どういうルートをたどっていったんだ。まだ追いかけっこを続けるつもり。あ、いけるね。ルームは終わりよ。無事なんとかうまく進めることができてよかったっす。聞いていい？旦那さんは元気かしら？旦那さんは元気かしら？まさか G を独り占めするために殺したことは。旦那さんはいろいろと大変なことになってます。パニックになってます。面白いですね。はい、あらゆるテーマパークの中でも激しいアトラクションの一つでございますね。これに惹かれたんだよ。A で相当筋肉あると思うよ。あの大の大人でも体重のその重い軽いはあるけど、片手で自分の体を支えられる人ってなかなかいないからね。ましては女性の筋肉でしょ。多分相当あると思うよ。なのにこれは抜けない。相当深く刺さったんだろうな。肝心な時もないのね。口大きい。多分相当臭いだろうな、ここな。だってゴミ処理場でしょ。ああもう無理。おやすみ。一方その頃レオンは、おはようございます。そう、あのねバイオ RE2 はねちゃんとね補修されてるんですよ。何かっていうとね、左腕ちゃんとあの巻いてるじゃないですか、包帯が。これねバイオ2はね、あの服の上から包帯を巻くという超荒技なんだよね。いいな。まあ、でも肩を貫かれた時点でさ、こんな包帯巻いたところで痛みがすぐ抜けて走れるとかっていうのはまずないと思うんだけどね。まあ、そんなあのケチくさいことは、そんななんかうじゅ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 うのはまあなしにして、一旦ねあの無事ここまで進めることができましたので、もう多分目の前にセーブ、あんな体から出てきてた。燃えた瞬間にあれか、中にいた G 生物がうわー G カルシーって言って出てきたのかな。まあ多分ここ上がったとこすぐセーブポイントがあると思うので、あったね。 OK、 じゃあ、次回からね地下パートやっていきたいと思いますんでね、またぜひご視聴いただきましたらいただけたら嬉しいです。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンもお願いします。ということでお疲れ様でした。